僕のヘアスタイルはもうドライヤーで8割型もう完成になります。これが美容師の免許持ってるやつの、まあ、知識。あ、思ったより早くないですか？はい、皆さんおはようございます。朝なんですけど、今日はですね、メッセージとかでも A さんの髪のセットってどうやってしてますかっていうご質問が多かったので、今日は髪の毛のセット動画を撮ろうかなと思います。下ろしてる時は、塗る前とかは乾かすのがちょっと昨日とかめんどくさかったんで、センター分けで適当に乾かしてこんな感じなんですけど、ここからどういった手順でいつものエイトが出来上がるかってのを見せていきたいと思います。それではこっち見ながら、こっちにも鏡あるんですけど、それでちょっと撮っていきたいと思います。洗面台はちょっと今洗濯物回しててうるさいので、こっちで撮りたいと思います。では髪をまず乾かしに行っていきたいと思います。ビッ、あ、今髪を濡らしてきました。全部下ろすとこんな感じです。意外と前髪長いですよね。僕がいつもヘアセットをするときに用意しているものをいくつか見せたいと思います。まずはこちら、ヘアセット、いつも何使ってるんですかって聞かれるんですけど、ブロッシュのこの緑と黒です。で、落ち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 、おい、この緑の方はマット系って言って、そんなにツヤがないやつになります。ツヤがないやつは髪の毛の色が明るい系の人とかはムラとかも結構隠せやすいのでおすすめです。こちらの黒の方ね、買った理由としては見た目がかっこよかったっていうので買ったんですけど、中はこんな感じ、鮮やかな青って感じですね。グリースのようなちょっと水っ気がある感じで、こっち単体で使う日もあれば、こっち単体で使う日も、こっち単体で使う日もあって、またはこれ両方を混ぜて使う時もあります。で、髪の毛をまず乾かすんですけど、乾かす時に僕はこのボタニストのこれの匂いがすごく好きで使ってます。めちゃくちゃいい匂い。これこの匂いの香水が欲しい。はいはい。とこれ、ヘアブラシとコーム。このコームとかはおそらくこのバーバースタイルの方じゃないと見たことがないんじゃないかなって思います。これを使います。まずはヘアオイルを2プッシュぐらい出して、こんな風に先端から中間っていう感じで揉み込んでいきます。で、これは僕とかは以前ハイトーンだったので、そういった方、髪の毛にダメージがある方だったり、まあ女性とかでもね、ヘアオイルはつけてケアしながら髪の毛乾かしてください。髪の毛はですね、本当にちゃんと乾かしてあげてくださいね。乾かさないままで寝てしまうと、キューティクルっていうのがあるんですけど、髪の毛の殻みたいな、それが水に当たることで、あったかい水とか特にそうなんですけど、パカって開いちゃうんですよ。開いた状態で寝てしまうと、もろにダメージ受けちゃうんですよ、あの枕とか。なのでしっかり温風で乾かして、冷風で乾かしてから寝るように。そしたらキューティクルはパタってちゃんと閉まってくれるんで、はい。まあこれが美容師の免許持ってるやつの、まあ知識、これしか知らん。はい、そしたらまず僕の場合はオールバックにします。まあもうほぼ完成が見えてきましたね。そんなことはない。はい、僕の場合は分け目がこうなんですよ。これ別にライン入れてるわけじゃないんですけど、ここの長さとこっちの長さが違うんで、もうこうやってしたらほぼできちゃうんですよね。なのでこういった風にして分け目を作ります。洗濯が終わりました。はい。こういった風に分け目をつけてあげたら、ここからドライヤー。これは、なんか、以前使ってたやつが、すごい買い時だなって感じだったんで、買った
ドライヤーめちゃくちゃいい、正直これめっちゃおすすめです。では乾かしていきます。乾かし方なんですけど、まず先に僕はこっち側を乾かして、ここの根元を次乾かします。それでここの分け目を作る癖をあえてこうやって作っていきますよ。でちょっとやってあげたら手で押さえる、温めてその後に手で押さえてあげると、その形が固まりやすいと、さっきまでこうピョンってちょっと浮いてたのがペタンって馴染んだかなと思います。そしたら次は反対側、こっち側を乾かしていきます。最初は根元から大雑把に乾かしていきます。お、はーい、はい、はーい。何が届いたんだろう最近。それは俺が悪い。なんだこれ、ピーナッツバターか。うわ、マイプロのオートミール、やっと来た。ずっと切らしてたんですよ。置いといて乾かしていきます。はい、6、7割ぐらい乾いてきたら、お次はこちらの出番です。これで乾かしていくんですけど、これはですね、より型をつけていく。僕のヘアスタイルはもうドライヤーで8割型もう完成になります。そこからちょちょっとするだけです。これをこういう風にこうやって流したい方向にこうやって巻きつかせていくんですよ。こうやってこれひたすらやっていきます。で、ここは僕はこう落ちやすいので、無理やりこうやって持ってきたり、こうやってしたりとかやります。かゆい時かけるっす。そしたらなんかこう、もうほぼいつもの8じゃないですか。で、僕最近はさっき言ったように混ぜるのにちょっとハマってて、これをこのくらい、第一関節の半分ぐらいです。こんぐらいね。そしたら次こっちブラッシュ、こっちを少しだけ多め、あえピント、絶対にあえ無理。はい、これをこんな感じ。そしたらこれを手のひらの上で混ぜます。絵の具みたいな感じ。みゃ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 、あー部屋で一人でこれは結構やばい。そしたらこんな感じ、薄く手のひらに伸びたなって感じにします。そしたらここからは、僕はこの分け目を綺麗にしたいので、分け目のところをまず最初に区切りをつけるような感じでやっていきます。こういった感じでこうで、少し撫でるようにしてこうやってやってあげる。こんな感じ。はい、そしたらここからは次、ここ前側を少しだけトントンってつける。ここから次はあと揉み込む作業です。これを中間毛先持って揉みます。揉み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 、後ろの方も揉み揉み。うん、いい感じ、いい感じですね。で、薄く残ったやつをこの刈り上げの部分に少しやってあげる。これでこれをさらになじませてあげます。よいしょ、思った以上に今日調子がいいぞ。はい、
そしたらここからは僕の多分オリジナルのやり方になると思うんですけど、ヘアスプレーを使います。ちょっと待ってくださいね、持ってきます。はい、こちらヘアスプレー、ギャツビーのヘアスプレーです。いつもはですねちょっと違うやつ使ってるんですけど、いつもなんかピンクのやつ使ってるんですけど、なくて今これですね。これを若干後ろとか毛流れが気になるかなと思う。こんな感じでこうちょっとこう真ん中に寄せていくような感じでやるとですね、この横が潰れにくい人、僕とかは結構ピョンって出ちゃうんですけど、そういう人は刺してなじませる、こうなじませるそしたら綺麗に行きやすいかなって思います。顔がびっくりするぐらい縦長。はい、ならこれをつけます。目に入らないようにアパーってします。ごめんなさい春日さん。ならかける。結構かけたくねーと思うじゃないですか。これ結構弱いんですよ、報道力なんで、ちょっと多めにかけました。で、そこからさらに形を整えて固めるために、僕はこれで次ドライヤーまた使います。再度これ使ってる人あんまいないです。このやった後にみんな大体悪いってやっちゃうんで、僕この後とかに自転車とか乗るんで、それで崩れたりするんですよ。それが嫌なんで弱くします。風を弱く。それでもう一度風当てます。乾かします。これでどんだけ目を開けれるかってことをしてました。すみません。そしたらこんな感じで髪の毛のセットができました。思ったより早くないですか？だって多分10分ちょっとだからですよ。これ説明なかったらマジで10分ぐらいで終わります。で、こっちが横から見た感じ、正面、反対、後ろ、見えるかな。はい、こんな感じになります。フェードカットしてる人がもう僕の視聴者でも多分多いと思うんで、はい、ぜひ参考にしてください。それでは本日の動画はこれで終わりたいと思います。今回の動画がいいなと思ったら、ぜひいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。これぜひ使ってね。バイバイ。